オッケーの不当での縄張りバトル、それでは始めていこう。さあこのチームはオートローラーが3人なるほどね。じゃあ行こう、ヒーローで行ってみよう。よし、とりあえず左から行って、そこでまあ狭い道を塗っていくけど、縄張り関係なくなんか先、とりあえず先っていうかな、もう先陣切っても走ってみたい、その気分。とりあえず形をして、と右行ってみるか。あっちの中へ、はい、これこっち来たぞ、ウェイ。さあ逃げる、そしてここからこう、おっと、わあ危ねえ、一直線、うわあ危ねえ、おっかねえ、あれやった。あ、ごめんごめん、踏んじゃった。とりあえずさ、ゴール目指そう。わあ、おっかねえ、楽楽楽楽、いいよ、他ね。あ、ごめんなさい。あ、こっち来てる。待って。あ、楽しかった。さあさあ、こっからナメプでもなんでもない、ただただ、うん、ゴール進んでみたかっただけ。うん、でもね、うん、なんとか目標地点まで行ったからラッキーでしょ。ちょっとどうしようか。これを軽くして、あ、どうもこんにちは、あ、どうもこんにちは、よし、ご挨拶済んだことだし、さあ逃げよう。こうやっちゃうとなんかもう敵さんの反撃が怖いからね。とりあえずこの一直線、おはようございますと、うん、挨拶したら怒られた。あ、ごめんなさい。だってさ、最初あいて、だって一日の始まりはさよ、挨拶からって言うでしょ、ねね、違うか、最高。さあ、バカなことはやってないでピンチを迎えちゃったよ。このピンチどう切り抜ける、負けを知っとこうか。負け知らずになりたいです。まあ負け知ったところで何になることやらとね、うん、悲しみとしか言いようがない。さあピンチだ、ピンチです、ピンチです、ピンチピンチピンチ。さあどうぞ、どうぞ、チャージャーがどうしようもできないね。まあいいや、とりあえず一直線いっちゃえ。バーイ。本当に一直線行けちゃったけど、どうしましょう。よし、さて逃げるか。深刻な一直線。いい、なんかいる、なんかいる。おい、どうもこんにちは。はい、おとりでした。いたい。すごいね、もうさ、敵さんのさ、なんだろう、生態調査でもしてるかのように、なんか、スルーできたね。いや、でも見抜かれてはいたんだよね、見抜かれては。出てくるのを待たれただけ。うん、だから、切るか。おお。あ、おお。あ、どうもこんにちは。出会い頭にぶん殴られた。ね、さあどうなった。どうですか。ですよね。いやー、負けた。あー、俺トップか。トップだったか。これの法則っていうかね、もう私が3位だったら絶対勝てるんだよな、このチーム。まあ仕方がないか。それではありがとうございました。